はい、今月も始まりましたトイラジ、 MC を務める大越智恵と京都吉高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、すげーテンション低い。慌ただしいよね。慌ただしい、本当に慌ただしい、いろんな意味で慌ただしい、だってトイラジ今日が、はい、82回目ですよ。はい、シャープ82、うん、シャープ82なのに、うん、準備ギリギリになって開始のカウントが5秒からになるっていうのあ、10秒じゃなかったね。そう、今日10じゃない、5から行ったと思って。あ、だからちょっと軽く笑ってたんですね。そうそうそう、そりゃ巻くよねと思って、うん、なるほど。心の準備をさせい。ねえ、いやいや、こんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。うん、はい。いや、なんやかんやで、ね、うん、10月も終わりますよ。いや、勘弁してほしいわ。いや、だってホビーショー終わったのが10月頭じゃない。はい。そっからもう待つでしょ。はい。いや、なんかちょっと盗まれてると思う、一周ぐらい。怖いよね、時間が、うん。ないのが、うん、ねえ、どうしてかな、全然わかんない、はい、ねえ、あっという間に。こんなこと言ってるとね、どうせもう年末配信になったりとか、うんうん、ねえ、明けまして配信できないやつ来たりとかするわけですよねえ、うん、どうですか最近、お忙しい？そうですね、結構いろいろ移動してます。そうだよね、大越さんは忙しくなると移動して、長徳は忙しくなるとみじんも動かないっていう、そうそうそう、ね、そういうコンビだからね。そうですね、昨日も大阪で授業をして、うん、はいはいはい、はい、夜遅くの帰宅になりっていう感じですね、うん、はい、僕は福岡から帰ってきてから、うん、ほぼほぼ外出してないです。ね、足して2で割ろう、ね、なんだろうね、世の中なんでこんなにもちょうどいいってないんだろうね。ね。いや、まあ忙しいのはありがたいので、うん、ね、頑張りましょう。近所のコンビニか飛行機乗って福岡っていうこの緩急どうなってんの私。ね。ね。はい。あ、ありがとうございます皆さん、うん。こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。こんばんは。はい、うん、11月西区古川お待ちしております。そうなんですよね、その告知もちょっとこの後させていただきます。ありがとうございます。はい、で月夜祭りもね、うん、お知らせいたしますよ。はい、はい、そうですね。んなんか大越さん、はい、疲れてます。いや、もう疲れてるか疲れてないかって言ったらかなり疲れてますよ。いや今出だしだったからちょっと忙しく始まったじゃない今日、うんうん、だからなんかうまく乗ってないのかなと思ったけど、ずっとこうなんか、はいそうですねみたいな感じしてから明らかに疲れてるよね。大丈夫？そうですね、昨日まで大阪行って今日ですからね、うん、ちょっと心配するレベルでなんかこう下降気味というか低調だったんで今。あー、でもね、来週はもっと忙しいんですよ。あー、そっか、来週も忙しいしのプレッシャーも込みで、ね、そうなんですよね、うん、あの来週はねちょっと尋常じゃない移動距離になっちゃうので、うん、ちょっとね大丈夫かなって思って、うん、なんかそうね、いやなんすか、ブラジル大学ですか、ね、ね、ここに頑張ろう、はい、いや、ね、せっかくね見に来てくださってる皆さんもいらっしゃるので、そうそう、元気に ね元気な姿を見せなきゃ ね、はい、うん、お願いします、うん、はい、今日ね結構盛りだくさんな内容なので、うん、ね、あのテンポよくいきたいなと思います、うん、はいはい、はい、どうします、もう早速いっちゃいますか。早速いっちゃいましょうかね、うん、はい、じゃ あのせっかくね先ほどあの話題も出たのでお知らせからいきますか。うん、はい、まずは告知から入るというラジ、はい、うん、そうですね、どっちからいきます？あのどちらでも大丈夫ですよ。大丈夫かい？はい、
私1個さっきの打ち合わせバタバタすぎて、うん、あの告知1個忘れたなって思って画像渡すの、うん、忘れたなって思った瞬間が今日一いい顔してましたよ、うん、今ね、あやばいと思ってじゃああれだね、先に僕の方の告知やらせてもらって言ってる間になんか画像送ったりとか裏でこしょこしょしてもらうかい、ね、はい、ね、じゃあお願いします。うん、はい、あタイトルコールもなしって言われてるけど、あのタイトルコールはでも特集というか本体に入るときだよね。はい、うん、で、あのまずはお知らせからなので、まずはお知らせのコーナー、はい、イエーイ、はい、イエーイ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今ちょっとバタバタしてるからちょっと待ってね俺一人だけ空回りしてるごめん、ちょっとごめん先に私の方の画像出してからなんかごちゃごちゃやれるんだったらそれでもいいよ、ね、私喋るよ、やります、はい、うん、じゃあお願いします。うん、はい、聴読の告知、まずはこちらをご覧ください。はい、ってことで、もうだいぶおなじみになったんじゃないかと思いますけども、寿司パ、シャープ2ですね、もう気がついたら約半月ぐらいね、はい、恐ろしい、もう11月18日ってことで、多分今月末の作例締めたりとか、もろもろやっていたらあっという間に11月で、で気がついたらもう来週ですねとかになるんだろうなと思って、結構あの一部に喋る内容とかまとめなきゃと思ってわたわたしてますけども、まああれよね、寿司パ知らない方もいらっしゃると思うので一応言っておくと、あのプロモデラーなのにトークライブイベントをやるっていうすごい無謀な企画をやっています。で、1回目が6月だったかな、で2回目11月ってことで、まあありがたいことに半年1回ペースで第2回を迎えることができたんですけども、今回も前回に引き続き in 大阪ということで、会場はちょっと場所変わっちゃったんですけども、今回もやりますと。で、ありがたいことにね、あの現地チケットがほぼほぼ売れまして、おう、うん、あ大丈夫、相槌打つのも辛かったらもうずっと喋るから大丈夫いやなんかねごめんね、今ね、うん、あのこの画面のね、うん、QR コードね、うん、本当に読めるかなと思って考えてたそんなことしてる暇があったら準備をするんだよ俺は時間を稼いでるんだよごめんよごめんよ、うん、どれぐらい構ってくれるのかなって思いながら喋ってんだからこっちいや本当は全然もう画像もスタッフさんに送り終わったんですけど、うん、なんか面白いから放置しちゃったごめんなさいそういうことされるの絶対忘れないからそう、ね、これトークしながら、何かしらじゃないですよ。制作会しながらトークとかじゃなくて、完全にあのトークライブイベントです。僕が壇上で喋って、みんなが聞いたり質問したりっていう感じで、あの、うん、先日トイラジの方であの、うん、ダイジェスト動画が公開になったんですけど、はいはい、そうですね、本当になんか授業みたいな感じですよね、うん、ホワイトボードに書きながら、そうですね、あの、うん、面白い大学の先生みたいっていうのと、うん、背景が寂しいっていうのと、うん、霧島の動画続きまだですかっていうのだけ覚えてます。コメントです。もっと言うことがあろうが、もう二度とレポート動画出せなくなっちゃう。もうあのみんなもっとこうさ、見た瞬間にこんなイベントなんだ面白そうとか、あこういうのなんですねとかを頭で考えて、うん、なんかこう4ターン目ぐらいに出てくるコメントを初めてコメントで書くよね大体ね悲しい。背景寂しいはもうしょうがないもの、そういう会場だからね。いやなんかね、スパンコールが散りばめられてたらそれはそれでみんななんか言うでしょ。なんかさ、何、うん、ミラーボール回ってたりとかさ、そうねえ、我々の華やかな会場のさ、ね、キャブラリーのなさよ、うん、そうね、もうサタデーが、ね、サタデーのナイトがフィーバーしてる話しか出ないからね、本当ね、うん、いやだってさ、やっとダイジェスト動画が出て、うん、あの来てない人、見てない人がどういう風な感じで感想来るのかってコメント結構気になるじゃない。うん、そう、あのYouTube ライブとかニコ生だと今来てるじゃないコメントが、はい、で今すぐわかるけど、うん、動画につくコメントってすごくプレッシャーじゃない。そう、なんかポンポンつかないじゃんライブと違って、うんうんうん、その分なんかこう
もうわざわざ書いて、うん、わざわざ送ってっていう重みのあるコメントが来るイメージだから、なんかトイラジってあんまりこうコメントをたくさんもらえる感じじゃないので、全然私ら二人がとっつきにくい感じじゃないの。そうだよね、きっとね、うん、なんか言ったらなんかこう下打ちされるとか思われてるかもしれない。そうそう、だからまあまあでもね、やっぱ動画上がったからにはどんな風に思ってるのかなとか見てくれたのかなと思ってて、うんうん、だいたい動画公開されてから、うん、まあ1日ぐらいはコメントがない状態が続くじゃないですか。ああそうね、はい、なので、まあうん、ちゃんとみんなに届いてるのかなっていうのは、そうそうそう、まずはね、まずはね、そう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 、まあトイラジもねちょっとね、なんかポンポン動画上げる系じゃないじゃん今のところ、うん、だから久々に上がるとみんなもどうコメントしていいか分かんないんだろうね。あー、なるほどね。やっぱ、うん、コメントし慣れたりされ慣れたりもあるもんね、きっとね。そうなの？そうなんだよ。うん、うん、寿司パ2回目やりますんでよろしくお願いします。で、まあ、現地チケットはもう、2時が終わるのかな、終わったのかなって感じで、はい、うん、現地チケットはほぼほぼなんですけど、オンラインチケットの方が、いつでも OK な感じです。現地で参加するチケットはもう販売が終了している。はず、2時やってたけども、もう、あと、うん、ちょっとだけだったんで、うん、はい。詳しくは Twitter って感じなんですけども、はい、オンラインチケットの方は、変な話、11月18日以降にアップされます。オンラインチケットっていうのは、うん、そのリアルタイムで見れるんじゃなくて、うん、その収録をしたものを後日配信するっていう、ね。そう。うん。前回は会場からライブもやったんですけど、うん、ちょっと今回ね、会場の回線速度が微妙に不安で、はいはい。そう。なんで、あれなんですよ。ライブ、オンラインのライブチケットじゃなくて、今回はアーカイブチケットになるってことなので。はい。うん、だからまあ、終わった後で、うん、アップされてからすぐチケット買っても、そこから2週間は見放題なんで。あ、2週間見れるんですね。はい、2週間公開なんで。じゃあ、まあ、物理的にね、会場が遠くて、なかなか足を運ぶことが難しいよっていう方も、ね、うん、その日、用事があってちょっと行けないよっていう方も、うん、配信チケットでも楽しめる。そうですね、うん。それは、内容的には今回テーマとかあるんですか？あ、テーマあります。1部、2部、3部に今回も分かれてて、うん、1部は基本的に僕がずっと喋ります。テーマが決まってて。今回は、ジオラマ関係の話で、はい、まあどういうふうに。前回はね、模型についてのリアルみたいな話で、うん、汚しとかの軸の考え方とか、そういうなんか話の持ってき方でやってて、で、結構ね、はい、やりながら、うん、ここまで聞いて質問ある方みたいな感じで、言って、うん、質問いただいたらちょっとやり取りしたりという感じで、はいはいはい、まあ、現地ならではっていう。ジオラマ。うん、そう、うん。そうそう。今回は、まあ、ジオラマの、まあ、構図の作り方とか、うん、考え方とかみたいなやつを、まあ、一から、作例でこういう風にやったんですけど、みたいな話から、広げていってって感じで、はい、うん、話すのが1部で、で2部は、現地で参加される方から事前にもらってる質問を、はい、抽選形式で引いて、で引いたやつにどんどん答えるみたいな感じで、おで現地に来てる方からの質問だから、この質問した方って言って分かんなかったら追い質問も OK みたいな感じで、うんうんうん、やってる感じですかね、はい、うん、で3部、3部は雑談です。はい、雑談まあ普段が個人チャンネルでやってるラジオみたいな感じで、うん、まあ模型の話だけじゃなくて広くみたいな感じなんで、うん、3部に参加される方は質問ってよりは、この話してほしいみたいなテーマを送ってもらってて、それまた引いて、お題でテーマトークな感じでやらせてもらってます。うん、はい。なるほど。うん、まあ、現地で見た方も、うん、オンラインでまた復習的な感じで、そう、うん、見れますしね、うん、特にやっぱ現地で質問した方はね、その場で聞いても忘れちゃったりすることあると思うんで、うん、うん、なるほどねって感じで、はい、今回もまあ前回とほぼほぼ形は似た感じですけども、テーマ違ったりとかって形で、
はい、第2回行います。はい、オンラインチケットの方はまだまだ、うん、あのそうですね、できるという18日以降でも購入できるので、うん、はい、はい、もう無限に買っていただいて、無限に、はい、はい、ね、11月18日、うん、大阪で開催ということで、ね、うん、皆さんぜひぜひ、ね、オンラインチケットまだまだ購入できますので、ね、うん、楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ続いて、私の方をご告知を、はい、させていただきましょうかね。はい、じゃあスタッフさん画像を出していただいてもよろしいでしょうか。あ、どっちかって、どっちから行くのかって。あ、11月4日に、宮城県の西古川公民館で、プラモデル作品展示会、公民館のね、展示会が開催されます。昨年も、お招きいただきまして、で、トイラジでレポート動画も出させていただいたんですけど、うん、はい、公民館プラモ展示会の2023年の、イベントが開催されます。で、こちらの展示会なんですけれども、うん、10月30日の月曜日から11月5日の日曜日も展示が開催されておりまして、うん、で、まあ、各曜日というか、週末とかにはミニ講座が行われるんですけど、はいはいはい、うん、私は11月4日の土曜日の、ジオラマ教室を担当させていただきます。で、そのジオラマ教室、本日現在まだお席ご用意できるそうですので、ぜひぜひ近くの方は参加いただければと思います。うん、はい、場所はですね、大崎市西古川地区公民館ですね。はい、で、動画がね、上げられるかどうかがまだわからないので、そうなんですよ。まあ、行って動画を撮影できる時間があるかどうかっていうのと、うんうんうん、ね、もろもろ撮影できるタイミングかどうかっていうのもね、あるので、まあ、まだちょっとわからないんですが、はい。なので、まあね、撮影できたら、レポート動画も公開したいなと思っております。はい、で、4日なんですけど、教室が終わった後も、一応会場にはいる予定です。で、昨年は書籍を会場で物販させていただいたんですけど、今年もできそうだったら会場で書籍を物販したいなと思ってますので、ご購入いただいた方はサイン書かせていただきたいと思います。うん、はい、こんな感じで、ミニ講座ぜひぜひ皆さんご参加お待ちしております。うんうん、参加費無料ですので、あとジオラマのキットとかもこちらでご用意させていただきます。はい、うんうん、2種類用意するので、お子さんと保護者 の, 皆さんも一緒に作れるよう準備しております。はい、でそして、その翌日なんですけれども、11月5日の日曜日に、うん、読売カルチャー北千住さんで、うん、プラモデル展示会を行います。はい、はい、ありがとうございます。毎年ね、開催しております。読売カルチャー北千住さんで、やらせていただいているプラモデル講座に参加してくださっている皆さんのこの1年間で制作してくださった作品展示会なんですけれども、今回で15回目、15年目ということで、はい、おお、そうなんですよ。なので、4日に宮城でイベントをやらせていただいて、戻ってきて翌日北千住で展示会をやらせていただきます。はい、そうなんですよ。そうなんです。で、その翌日に実は大阪にまた移動するっていうスケジュールなので、ちょっとバタバタしてるんですけど、ね、そうなんですよ。まあまあ詰まってるんです。はい、
ね、なので、移動距離がすごいっていう話をさっきさせていただいたんですけど、うん、こういうことだったんですね。なるほどね。はい、なので、こちらも入場無料となっておりますので、うん、ぜひぜひあのラムデルの、ね、作品がずらりと並びます。プラモデル講座受講してくださってる皆さんが、ね、楽しんで作ってくださった作品、ね、並びますので、ぜひぜひ遊びにいらしていただければと思います、うん、で皆さんあの、ね、見学で来てくださる皆さんがあの作品見てくださったりとか、ね、あの作ってくださった方も会場にいらっしゃいますので、ぜひぜひプラモトークしていただければ、ね、どうやって作ったんですかとか、うんうんうん、そういう話もしていただけますので、あのお気軽に足を運んでいただければと思います、うん、はい、そして、先週ですね、ライフオンホイールズかの展示会の動画もレポートで上げさせていただいてますので、ぜひぜひ、ね、なんか展示会とかイベントの話題が続きますが、はい、うんうん、見ていただければと思います、うん、はい、本当ライフオンはね、あの毎年行きたかったんですけど、はいはい、その時期めちゃくちゃイベントが被るんですよ。なので、そうね、うん、あの行きたいんですけど行けなくてっていうのが続いていて、うんうんうん、で4回目にしてようやく、あ、この日だったら行けるかもっていうことで、あの事前にあのご相談させていただいて、すいません、あの取材でいいですかって相談させていただいて、で会場前に入らせていただいて、で、あの作られた作者のモデラーさんお一人お一人に作品コメントをお話しいただいて、で作品もご紹介できたので、すごく、ね、うん、貴重な動画になっているかと思います、うんうん、ライフオンホイールズの展示会が本当に1日だけなんですよ。はい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 、東京で本当に1日だけ でその後、静岡ホビーショーで一部の作品の展示みたいになっているので、うん、そうなので、あの、まあ、全作品をコメント付きでっていうのってなかなかない貴重な機会だったので、うんうんうん、ぜひぜひ皆さんに見ていただければと思います、うん、はい、ま、徐々にイベントもね増えてきておりますし、そうね、だいぶなんか展示会戻ってきた感じしますよね、うんうん、ね、なのでね、皆さん現地に行ける方は、ね、現地で見ていただいたりとか、うん、ね、どうしても行けないよっていう方はレポート動画で楽しんでいただければと思います、ね、はい、うん、以上でいいかな。なんかいいよ、掲載情報とかある？超徳さんの何か作例掲載とか、掲載情報、サーティーミニッツの本の話っていつだったっけ。あれはまだ言ってないやつだったっけ。どうだっけ、あ、多分先月はまだ情報出てなかったと思う。先月発売ギリ前だったんだよね、うんうん、そう、サーティーミニッツミッションズのまとめ本みたいな、うん、ムック本がホビージャパンさんから発売されてまして、はい、先月は確か発売されるよっていうお知らせは出てるんだけど、うん、あの目次とかがまだ、うん、そうだよね、あの公開されてないから、うん、まだ言えないんだよねっていうのを打ち合わせでお話ししてたような記憶があります、うん、はい、作例が11個載ってるんですごい、作例11作品載ってるの。そう、11載ってんの、すごい、11載ってるのに、うん、単行本、自分の単行本じゃないのよ。そうなんですよ。私があの出させていただいてる著書とかだと11作品は結構数多い方だと思うんですよ ね、うんうん、よね、単行本でも11作り起こしはないよ ね、 ない、なかなかないので、ない、ね、そうだから11作品って、うん、そのなんかね、一冊出せますよね、うん、そうなの、これ一冊出せるじゃんと思ったもんね、うん、しかもあのそのムック本のために1作例は作り起こしてるんで、はい、ただただ今までのがただ再録されてるだけじゃなくて、あとでっかいやつ1個作ってるんで。なるほど、超徳さんの X?Q ツイッターで本の情報とか見れたりします、はいはい、うん、あ、見れます見れます、はい、うん、
なのであの皆さんあの11作品載せるみたいなので、ね、気になる方はぜひ ね手にしていただいてよろしくお願いします。はい、そうなんだよね、雑誌の発売タイミングがあるから、そうトイラジの時ギリギリ言えなくて一月またぐことがあるもんね、こうやってね。うん、そうそう、まあ、ホビージャパンさんね、あの普通の紙面もあるけども後から電子書籍とかにもなるしね、まあ、後からでも見られると思うので、うん、ぜひぜひ見てみてください。はい、はい、今月のお知らせコーナーね、はい以上でございます。以上ですね、はい、はい、では、続きましては、うん、スケお祭りの行きましょうか、うん、ですね、昨日、トイラジのニコニコチャンネルのブロマが見て詳細発表となりました。スケお祭り2023ね、皆さん参加してくださる皆さんは動向を読んでいただいておりますでしょうか、うん、ね、まあ2022とほぼほぼ変更はないということなので、ただ、1点だけ先月もお話しさせていただいたんですが、お写真の紹介順が、うん、ね、順番が、1番2番3番4番って振っていただいて、その1番から紹介するっていう流れになりますということですよね、うん、はい、で、要項を読んでいただいて、もし何かご質問があったら、ね、配信中のコメントとかでお送りいただければ、うん、そうですね、うん、11月1日から11月末までエントリー期間を設けておりますので、うん、ぜひぜひ皆さんエントリーお待ちしております、うん、お待ちしてます。いや、うん、やっぱね、スケお祭りは基本的に11月いっぱいで受け付けるっていう流れでここ数年やれてるじゃないですか、うん、毎年のことながらやっぱりこうやって始まると始まるんだなって感じするよね、告知してるとね。うん、うん、あ、私も参加します、楽しみ、ありがとうございます、うん、報告もありがとうございます、うん、ありがとうございますね。え、いやだからほんとさ、結構さっき前の方のコメントでもさ、今から間に合うかなって方もいらっしゃったけど、今からでも間に合うし、うん、もう今年もあるものだろうと思って、事前に作り始めてる人が結構いるじゃない？うん。それもありがたいよね。なるほどね。うん。やっぱ実際告知されるまではわかんないじゃないですか。うんうん、であるかどうか分かんないものに向けて頑張ってものを作るってすっごい大変だと思うの、うん、うん、でもね、もう発表する前からもうあると信じて作りますって走ってくれてるわけだからさ、うん、もう、ハッシュタグスケモ祭り、うん、ね、スケモはカタカナで、祭りは送り仮名なしの祭り、そうですね、スケモ祭って感じです ね検索すると、うん、結構もう毎日進捗上げてくださってる方もいらっしゃるので、うんうん、とても楽しみにしております、うん、ん、今日聖徳さんの速帯が届きました。もう誰かわかるコメントじゃん聖徳さんの速帯っていう言い方がもう、ね、毎年 ね、うん、聖徳さんの、うん、ミニチュアの作品をね作ってくださる方がいらっしゃるんですけども、おそらくその方かなっていう感じの、うん、でも勝手に思い込んでるけど、ね、違う人の可能性もあるからちょっとまた怖いよね。そうだね、その、うん、違う素体だったのかもしれない今年はそのどんな聖徳さんが作られるのかね、うんうん、はい、サークル仲間を、誘って参加準備しておりますが、うん、確認させてもらって良いですかって。はいはい、何でしょう。はい、何でしょう、うん、もしくはなんかややこしそうだったら、トイラジの X の、あー、うん、メールとかで、そうね、ここでオープンで聞きたいのか、ここで聞くとなんかネタバレになっちゃうとか、うん、とかなんか困るんだったら裏からでも大丈夫だし、うんうん、大丈夫ですよ、うん、どちらでも、はい、うん、で、基本的には素材はプラモデル以外でも OK、うん、
まあ、紙でも木でも、うん、粘土でも、うん、あ裏で聞きます。OK、裏で聞きます。はい、分かりました。ネタバレしちゃうとね、そうなんだよね。そして、スケールモデルっていうことなので、うん、はいはい、実物というか本物が存在するっていうのが条件に。本物が存在するが条件なんだけど、うん、架空機とか架空間とかはセーフなんで、うん、はいはい、だからそれは設計図しかなかったじゃんとか、それは計画しかなかったじゃんでもセーフ。ああなるほど。うん、だからまあざっくり言うと本当キャラモデルがダメだってぐらいかな。はいはいはい。うん。だからキャラモデルもだから抜け道はあるってことですよね。そう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 、そこら辺をねどう知恵を絞るかによって、うん、まあ、いくらでも何でも出せてしまうっていうのが実情というかなんだけど、まあ、それも含めて楽しんで、そう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 、いただければいいなと思いますし、うん、我々含めて皆さん、参加してくださる皆さんの作品を拝見させていただくね、リスナーの皆さんもなんかワクワクする作品だったりとか、ね、うん、楽しめる作品であれば、はい、キャラモデルとかでも、うん、うまくやれば、うまくやれば、うまくやればね、うん、でまあその聞かれるのがやっぱり横浜ガンダムはいいのとか、ね、うん、お台場のあのユニコーンとかはどうなのみたいな感じなんですけど、ね、前回もお話しさせていただいたんですが、うん、建物を作るとかね、お台場にガンダムができた頃からずっと言われてるずっと言われてる、じゃあガンダムはいいんですよねって鬼の首を取ったように言われるけど、うん、単品じゃダメだから、そういう風に見せ方考えて、なんかガンダムの頃も、はい、お台場周辺の公園を作るとか、うん、建物作るとか、うん、まあユニコーンもそうだし、うん、まあガンダムでも東静岡作るのはいいよとかもあったし、うん、そういうところでちゃんとやれれば、うん、デロリアンとかもだから映画の撮影をしている風景みたいな感じで作るとかだったらあり、うん、全然大丈夫、うん、うん、だからなんでしょうね、レギュレーションで縛ってゴリゴリにしたいわけじゃなくて、うん、元々のスケールモデル祭りの発祥が結局キャラクター系のお祭りはめちゃくちゃあったんですよ、うん、ガンプラだったりとかってあったんだけど、はいはい、スケール系でそういうのあんまりなくて、コンテストはあるんだけど、うん、みんなで作って見せ合おうぜみたいなのがなかったから、いやスケールもやりたいよねって始めたのがきっかけで、うん、でしかも最初ね僕一人でやってたんで、はい、ガンプラも OK にして数増えすぎても結局その一人じゃ扱いきれない作品数になっちゃうから、うん、っていうんでだったら特化しようっていう縛りだけあって、別に、うん、まあガンプラも好きだしキャラプラも好きだから、本当はね理想はプラモ祭りにできたらベストだったんだけど、あーなるほど、そうだけどまあかえってこの形式でひねって作ってもあるのも楽しいもんだから、うん、まあその名残で生かしてる感じなんで、はい、そこをどういう風にやってくるかなので、うん、じゃあそういうとこ狙いたいなと思った方で不安だったら裏から聞いてほしい。はい。うん。これはいけるぞ、受けるぞと思って、あ、これはダメですだった時辛すぎるから。うん。そこだけはまあ、不安だったら確認していただければね、今までも何人も裏から確認いただいたりしてるんで。そうですね。うん。ご確認いただいて、大丈夫ですよ、みたいなお返事を。そう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 。うん。じゃないとね、はい、ここで聞いて、あ、なんか誰かわかんないけど、そういう作品出るんだってバレちゃうとちょっとね、もったいないからさ。うん。うん、それはもう裏から、こんなの考えてるんですけど、これは大丈夫ですかって言ってくれればね、うん、全然大丈夫なんで。はい、まあ、そこら辺はちょっとうまいこと聞いてください。はい。うん、締め切りは11月の、末ですね、うん。11月30日でいいのかな、うんうんうん。の、23時59分まで。うんはい、うん、59分までか、うん、ね、ですよね、いいんですよね、うん、はい、大丈夫、はい、何かにすごく不安を抱いたけど、いやこういうねレギュレーションをお話しするときって結構不安ですもんね、うん、はいはい、そういうときにちゃんと言うの偉いよね、11月いっぱいですとかにしちゃうからさ、大体さ、あでもちゃんと言わないと、うん、なんかね聞かれちゃうじゃないですか、23時59分までですみたいな感じとかさ、うん、もうちゃうから、ね、コメントで何分までですか、うん、みたいな聞かれちゃうのもなんか申し訳ないなと思って、うん、はい、そう、ね、スケ祭りのおかげでスケールモデルを作り始めたので大変ありがたいです、ありがたいこともね、うんうん、
そうそう、なんかね、そういう機会に、やっぱコンテストになると、結局その入選する自信がないと作れなかったりとか、うん、ね、なかなか一歩踏み出せないけど、まあこういう形のお祭りなので、じゃあきっかけでやってみようかって思ってもらえるのが一番嬉しいかね。はい。うん。ね。はい。ゲールモデル祭りの詳細というかね、うん、要項も、揃いましたので、ぜひぜひ皆さんご参加ね、お待ちしております。では、トークテーマいきますか。はい。はい。じゃあ。大丈夫かな？スケールモデル祭りの質問は特になかったかな？大丈夫かな？大丈夫かな？うん。まあ、あったらテーマ始まっても言ってくれれば、はい、あとから合間で時間取ったり、最後に時間取ったりするんで。はい、うん、じゃあ、練習した通り言っていくよ。の、いいよ。いつでもどうぞ。はい。じゃあ、せーのでいくよ。はい。はい。せーの。ん、全日本模型ホビー賞。そう。2023トイラジ的振り返りビーエーすごかった。途中のエーとまでぴったりだったもんね。ね、うん、エーとって言ってたもん ね。それも全部込みだ、ね、そうそう、ここで一回私エーとって詰まるんで合わせてくださいって言われてたもんね、打ち合わせでね、うん、そうそうそう、ここで一回詰まりますねって。そうそうそう、それを合わせるのが大変だったから2分前とかになっちゃったんだけどね、準備がギリギリね。ね、ずっと練習してましたしね。うん、はい。はい、ってことで、まあ、もうね。大体聞かれる、え、なんだっけみたいな、テーマ何でしたっけみたいな感じで。スケールモデル祭りだっけ。全日本模型ホビー賞のトイラジ的振り返り。うん、振り返り。まあ、もうなんだろう。もう半年前のイベントみたいな気持ちなんだけど。そうね。もう、うん、いろんなことがありすぎて。そうなの。だからすごいなんか前去年の思い出振り返るみたいな感じのさ、うん、うん、なんか遠い記憶になってしまってるけど、うん、一月前ぐらいなんだよね、まだね。一月も経ってなくない？一月まだ経ってないぐらいか、ギリギリか、うん、来週ぐらいの感じか。うん。ね、来週で一月ぐらいってことだよね。ぐらいな感じです。かな、うん、うん、ね。いやー、ほんとね、だいぶ、だいぶ前の感覚よ、うん。いや、だいぶ前。もう、だいぶ前に設営して、うん、だいぶ前にいろんな人とお話しして、うん、だいぶ前に怒涛の撤収をしてっていう、うん、記憶がこう、ね、ふわっ、ふわっとこうなんか、デジャブのように蘇るけども、うん。うん、まだ一月も経っていないということで、まあちょっとね、速報としては遅いですけど、まあ、遅いなりにじっくり振り返ろうぜがトイラジカラーでしょ。まあトイラジ的振り返りなので、うん、なんかトイラジが体感したそのビジョン、あれね、うん、ね、星の目にはどう映ったのかね、うん、聖徳さんはどんな感じでこうダメージを受けたのかっていうね。そうね、うん、なんだろうね、そういうことを言うからうちらのトークって必ずネガな話になるのよ。そうかな。じゃあ振り返っていこうかね。うん、はいはい。うん。はい。じゃあどっちからかい？私からかい、うん？そうですね。じゃあまずはモデリウムさんのブース、うん、あ、はいはい、そうですね。トピックス的な感じでお話しいただきます、うん。はい。じゃあまずは画像をご覧ください。はい。はい。まあ、まずはこれですね。今回はとにもかくにも、はい、何年かかったかわからないけど、やっと出ます響き。わー、おめでとうございます。もうね、本当に開発に苦労した難産オブ難産。ああ、そう。うん。最初にこの商品を出しますよみたいなの発表したのって何年ぐらい前？結構前。結構前の全日本。ああ。うん。ってことは、うん、だから少なくとも2019年よりも前。前。うん、あ、そう。で。やっぱね、うん、当時、3D プリンター、一個前の世代のやつ使ってて、はい、で、いろいろ出しますよって開発中だったんだけど、試作で出した形のやつ、こんな感じで出しますよまでは、結構早かったんですよ。おー。だけど、そこから、生産するとか、製品のクオリティになるまでとか、もろもろやるのがほんと大変で、はい。もういろんなハードルがもうてんこ盛り。そのたんびにこう、うん、
そのたんびに膝から折れるような出来事がいっぱいあって、うわー、そっかー、あのコメントで、あの、うん、これは絵ですかって、写真みたいだけどっていう、うん、そう、これね、絵なんですよ。これはもうパッケージイラストってことですか？そう、パッケージイラスト。わお、そうなんだ。うん。あれ。前回のインジェクションキットのタグボート。YT58 のタグボートの箱絵を描いてくれた方と同じ方が。はい、お、はい、同じ方に依頼して、うん、描いていただいて、うんうん。なんかね、面白かったのがね、うん、船の形が面白いからなのか、めちゃくちゃ早く描いてくれたのよ。へー、うん、めちゃくちゃ早く、しかもめちゃくちゃ気合を入れて書いていただいて、だから、写真みたいっていうコメントをね、そう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 、いただいてますけど、うん、なんでそれこそ海の色とかいろんなところは、うん、結構こっちのイメージで、はい、こんな色にしてほしいですとかが結構ビターンとやってもらえたし、へー、そう、まあ、今回これが箱絵にちゃんと印刷されて製品版ではなるんですけども、うん、はい、絵が上がってきて、うん、すぐにあまりにも絵がいいから、うん、初回特典版はこれのポストカードを入れようって話がすぐ決まってあ、すごいいいですね。そう、もう流れで即決で、うん、いいね、これグッズにしたいよねって話になって、うん、そうぐらいやっぱね、だいぶいいのが、やっぱキャッチーよね、絵があるって、うん、うん。で、こちらのイラストを、うん、パネルで、そう、でっかいパネルでブースに貼ってました、うん、はいはい、うん、商品詳細ちょっとお聞きしたいんですけど、うん、はい、じゃあちょっと写真を切り替えていただいて、はい、これですね、はい、うん、はい、基本的には、商品仕様って途中で何回か変わったんですけど、もう長い開発がもうとっても長いから、そう、だから量産するためには、一回 3D 出力品を原型にして、レジンで複製した方が、コストが下がるんじゃないかとか、量産性上がるんじゃないかとか、いろんなこと試したんだけど、結局、プリンターで直出しすると寸法変わらず出せるんで、レジンでの収縮率とか考えずに、ちゃんと合うものができたんですよ。で、そう、しかも生産するときにパーツを一体化したりもだいぶできるようになったんで、当初の予定よりパーツ点数がめちゃくちゃ減りました。わあ。そう、写真で写ってると思うんだけど、うん、左側のパネルの左上の方のコロッとした塊があると思うんですけど、これが線境のブロック、環境のブロックなんですけど。あ、こちらは、パーツ単位で展示されてる。あ、そうですね。うん。こんな感じのパーツ構成ですよっていう。あ、なるほど。うん、図になってるんですけど、はい。まあ、線橋のブロックがマストが折れないようにガードがついて出力されているパーツがついてきて、あ、本当だ、ガードがちょっと見えますね、うん、枠みたいなのがあると思うんですけど、はい、それ切り取ってすり合わせすると、うん、マストのトラスも全部一体化なんですよ。なるほどね。そうで、トラスのマストの、まあ、基本形にフロアを貼り付けてもらう形、エッチングで。うん、なんで、もう買ってきてパーツすり合わせて乗っけるだけで結構もうすぐ形になっちゃうんで。へえ。これは、うん、サイズ的には何センチぐらいですか？船体サイズがね、5センチ×10センチちょいぐらいかな。あ、なるほど。うん、結構ボリューミーな感じですね。まあ、うちにとっては結構ボリューミーですけど、うん、まあ、船的には手のひらサイズプラスアルファぐらいかな。はあ、はあ。うん。この、パネルの後ろ、画像で言うと中央ぐらいに置いてあるのが、うん、これパッケージとかですか？みたいな、これ先行販売用のパッケージなんで。なるほど。そう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 。コメントでもいただいてるけども、はい、そう、うんうん、今回全日本模型 4B 賞で、うん、先行販売でいくつか試しで販売したんですけども、うん、うん。で、製品版はまた違う印刷された製品用の箱になりますんで。はい。うん。なるほど。か。先行販売版を手にされた方もね。うん。ちょっとウキウキですね。いや、すごかったのがね、ホビーショー終わって、半月ぐらいかな。うん、で、感染模型のサークルの展示会、サークルさんの展示会があったんだけど、うん、それタイムラインで流れてきたら、もううちの完成してんのよ。わー、すごい。お、すごいのよ。すごい。
なんか嬉しいですね。モデリウムの響きも展示されてましたって流れてきて。いやそれ嬉しいですね。うん、あこの速さで作れるんだよかったと思って。うん。うん、この、うん、デカールとかも、あの、ラインの、白いラインのデカールとかも全部入ってるんですよね。うん、そうですね。うん、航空機作業甲板の着艦標識。この、うん、まあ、漢字のキーみたいな模様のやつね。はい、はい。ここの部分とか、あとは、あの、歩行隊、ここ歩きますっていうラインだったりとかも入ってるし、あと、艦番号ね。艦番号と艦名が、はい、4タイプ入ってるんで。おお、なるほど。そう。今までずっと使われてた、白い文字に影がついてる。うん。パターンの、一個前の、まあ、ハイビジというか、はい。の文字の、響きと針間、二席分ついてて、うん、さらにその、ここ数年でロービジになったんですけど、うん、ロービジになった状態の看板号と看名もそれぞれついてるから、あ、まあ、なるほど。そう、ハイビジ二席分、ロービジ二席分みたいな感じでついてるんで、うん。まあ、どのタイプを作るかは選んでもらえば OK って感じです。あの、ハイビジからロービジになった時って、うん、その、船の色自体も変わったんですか？ね、船の色自体は変わってないです。ただ、あの、煙突の上が、前は黒かったんだけど、うん、煙突の上の黒も全部船体色と同じ色になりました。へぇー。そう。で、看板号と艦名も、その白に影付きだったのが、船体の色から、一個明るいライトグレーみたいな字になったんで、近くで見ると、ちょっとぼんやり見える感じだけど、離れたらほんと見えない感じになっちゃったんで。へぇ。そう。で、それを再現するデカールが今回、この響きに入ってるんですけど、うん、そう、まあ、今回、結構会場でも反響あったロービジデカールなんですけども、うん、そう、これの開発にもまたね、時間かかっちゃって、付属のデカールを開発。そう。うん。まあ、後で話するんですけど、はい。後で、まあ、ロービジデカールのセットというか、単品も出すように計画はしてるんですけど、うん、はい。響きの開発に時間かかったじゃないですか。うん。時間がかかった間にロービジになったの。そう。ロービジになる前に発売だったら、うん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 、もう、デカールの問題なかったんだけど、うん、ある日を境にロービジになっちゃったの。すごいな、うん。で、出すんだったら、これをうまく再現できないと、でも結局最新の作れないじゃんって思っちゃうでしょ。うん。じゃあいかんなと。で、しかも今までにうちが発表してきた他の船、うん、まあ、来年の静岡までの間に、じゅんぐり出していこうと思って今も全部大詰めなんですけど、はい、発表してた船が、8割9割全部ロービジになったのよ。うん。なお。で、全部ロービジになっちゃったから、ロービジのデカールっていうものとして解決しないと、うん、出すたびなんとなくこう、自分の中で引っかかるなと思って。うん、で、今回、ロービジデカールをその、クリアホワイトデカールで、再現しました。クリアホワイトデカール。うん。それって結構、その、うん、いつもの白とはまた違う。うん。デカール作るときって、うん、業者さんに発注するときに、うん、いかに隠蔽力を強くしてもらえるか、じゃないですか。はいはいはい。ええー。ね。なんか赤の上に白の文字貼ったときに、うん、透けてちょっとぼんやり赤が見えるの嫌じゃないですか。うん。って考えたときに、ね、そう、パキッと、なんだけど、うん、その業者の方に向かって、隠蔽力を低くしてほしいっていう、なるほどね。オーダーを。うん。で、意味合い的にはクリアホワイトっていう形にできますかっていうので、うん。言ったところ、なんかね、めちゃくちゃ親身になってくれて、もう。なんか面白そうですねって現場が言ってますみたいな感じになって。そんなこと言われたの初めてですみたいな。で、じゃあ作るパターンのデータをお送りしますねって言って、で、何パターンか出してもらったんですよ。うんうん。透過率。だいたい、こっちからもその船の画像とか出して、うん、だいたいこんな感じで見えるようにっていう流れで言って、うんうん、で、めちゃくちゃ透けてるのと、そこそこ透けてるのと、あんまり透けてないのみたいなパターンで、出してもらうって話で、一回来たのよ、サンプルが。ただ、どれも透けなかったのよ。え？
逆にそのデカールの性能ってすごいんですね。そうなの、隠蔽がすごくて、試しにワクワクしながら貼ったの、いろんなグレーとかの上に、うん、でもどれの上にも綺麗に白い文字が出るのよ。わお。で写真撮って、いやちょっとどれもあれですねって話したら、すごい頑張ってくれて、またさらにサンプル来たんだけど、すごいプロジェクト X みたいな。そう、ちょっともうめちゃくちゃミニマムなそういう感じなんだけど、たらあの台紙、うん、水色の台紙の上に何も擦られてないものみたいなのが来たの。普通柄が見えるじゃないですか、うん、来てこう斜めにして光で透かしたりとか反射で見たらうっすらなんかが擦られてるの。おうおうおう。多分響きの製品買った人とかはデカール見たら番号だけ何番って書いてあって何もないみたいになってるところがあると思うんだけど、よく見たらこうニスで囲われたところがあるんですよちゃんと。へー。そう。でそれを水つけてグレーの上に、まあスライドマークだからスライドするじゃないですか。スライドした瞬間に下地のグレーよりちょい明るい文字でバッて出るんですよ。へー、面白い。そう。でそれも3パターンぐらい作ってもらったやつの中から一番リアルに見えるやつと、うん、ちょっと発色しすぎるやつの間をちょっと取って、へー、あの実際にリアルに見えすぎると今度は多分模型で700になると見えないんですよ文字が、ぼんやりしすぎちゃって、模型としてちょうど見えるロービー時間みたいな感じの調整はしたんで。なるほどね。そう、それでやってやっと解決して、でそれこそエッチングもモデリウム初設計エッチングなんで、この子。え、そうなんですか。この子の開発するためにうちの設計がもう頭悩ませてずーっとやってたわけですよ。でここ数年コロナ禍で試作出したりとかして、うん、試作にくっつけてみたりとかして、でこっちもずっとライターやってるから、ここはこれじゃ嫌だって、この寸法が合ってないの気持ち悪いとか、うん、もっと詰めてほしいとか、ここはハーフエッチングで曲げさせてほしいとかいうのをどん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 やり取りしてってるうちに、この間発売された YT58 と水と油のエッチングとかが、サク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 出来上がっていくのよ。ここの、うん、やり取りで、こう、強化された設計さんが、うん、エッチングの設計をする能力が上がってるってこと、うん、響きのフルのエッチング作れるだけの修行を積んでる成果で、うんうん、ちょっと手すりつけるぐらいで OK な水とか油とかタグボートとか、もうバンバンできるのよ。なるほどね。素晴らしい。そう、それのおかげで、先に出た商品にエッチングついてるんですよ。まあ YT の 01D とかについてるエッチングとかも、後からできるようになってつけられたんだけど、うん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 、そうそう。って感じでね、だからここ数年でエッチングの設計ができるようになったのと、うん、まあ、デカールに関してもそういう新しく、やっぱ開示の上でどんどん出していくつもりなんで、まあ、そういうの開発したりとかも含めて、まあ年数かかってやっとここまで来たんで、はい、まあだいぶ頑張って出して、でも値段がね、やっぱガレージキート価格で1万8000円プラス税になってしまうので、まあ、正直ちょっと心配だったんですよ、全日本で出すの。あ、そう。やっぱここまでって、混んだ形で作ったけど、うん、でも物の良し悪しと、それが高いと思うか安いと思うかって価値が違うじゃないですか、価値観が、うん、なんか自分の感覚っていうよりはユーザーさんがどう捉えるかなっていうところはやっぱり気になります、うん、そう、こっちはやっぱりその原価から割り出していって、うん、一般流通するんだったらこの金額いかないときついよねってとこから出してるんだけど、うん、とはいえまあ受け入れてもらえるかどうかと思ったけど、まあでもおかげさまで先行販売も結構手に取っていただけて、うん、そう思ったよりは全然物も動いたし、でまあそれでさっきも言ったけど、その後にしっかり作ってもらえたりとかもしてるので、うん、まあなんかうちのそのコンセプトというか、こういう形でこういうもの出しますよが伝わったのかなと思うと、ちょっと今後頑張れるかなって気持ちに慣れてるとこですかね。うん、良かったです。いい結果で良かったです。そうですね。とりあえずは、まあ、ここから11月末一般流通でどれぐらい、まあ、予約が来るかとかはね、またあるんですけども。うん。はい。うん。って感じですね。ね、うん、うん。はい。続いては。はい。続いてはね、もうこれ発売されたばっかりかな。もうこの間、収めたばかりなんですけども、はい、海上自衛隊の YT75 号50トン型衛船、潜水艦とかを押したり引いたりするちっちゃいタグボート。うんうん。
YT58 が260トンなんで、はい、それに比べたらやっぱ50トンなんで、かなりちっちゃいお船ではあるんですけども。へぇー、さらにちっちゃい。さらにちっちゃい。で、このちっちゃい子が響きとハリマを押したり引いたりするんで。おほほ、押したり引いたり。そう。なんで、初回版には、この YT75 の50トン型衛星ワンセットが響きについてきます。え？響きについてくるんですか？そう、ついてくるの。わお。だからさらにお得になってます、初回版響き。へぇー。うん、あ、初回版お得ですね。すごいな。そうなんですよ。まあ、ここに書いてある金額分は確実にお得ってことですから。うん。で、あと、プラスが、YF の21375 30トン型交通船って言って、うん、まあ、なんでしょうね。人を輸送するときとか、あと、ちょっとクルーザータイプなんで、内装がちょっと綺麗な船なんですけど、これがね、実はクレに2隻しかいないんですよ、このタイプ。え？じゃあ、その、うん、もう、まんまの2席ってこと？そう。一箱2席入りなんで、これ買ったらもうクレ。これ買ったらもうクレなんですね。これ買ったらもうクレですから。へ、うん。そう。これもね、結局コロナ禍とかでいろんな船開発してる、まあ、経緯で、設計出来上がって、で、これね、1パーツなんですよ。組み立てなしなんですよ、この30トンの方は。ワンパーツで入っていると、うん。そう、ワンパーツでマストの周りにガードがついた状態でパーツが入ってるんで、それカットしてもらって、船底研磨してもらえれば、このシャープなマストの状態で一発パーツなので。うんうん、おぉ。なるほどね。うん。で、実際これサンプル僕塗ってますけど、マスキングで結構簡単に塗れたし、うん、墨入れで窓のとこもパキッと出たんで、まあ、うんなんか、手軽に港の風景で、ちょっと色が欲しいなと思ったら非常に、活用できるかなって感じで。うん、はい。はい。感じかな。そして、うん、真ん中のアイテムは、うん、これは8席セットになるんですか？4席セットですね。4席セットの、うん、塗装前、塗装後みたいな感じで並べてある。そう、後ろが塗装前でエッチングつけた状態で、うん、手前が塗装後での状態ですね。あ、なるほど。4席セット。そう、4席セットで、やっぱちっちゃい船なんで、うん、マストを出力品にすると折れちゃったりとか、出力不良でたるんだりとかすると良くないんで、うん、マストとあとプラスアルファはちょっと手すりがあるんで、それに関してはエッチング付属してます。あー、親切。うん。って感じで、まあね、ちっちゃいアイテムから、でっかいアイテムから、まあ、静岡以降コンスタントに発売はできてるので、はい。まあ、この調子で勢いを止めずに頑張っていくぞって感じですかね、モデリウム的にはね。はい。で、最後ね、うん、はい。これですけど、ロビジデカールセット。先ほどの話題の、この、うん、クリアホワイトでしたっけ？ですです。うん。のデカールの汎用デカールってことですか？そうですね。さっきも言ったように、うん、ここ数年で海上自衛隊の船って、ほぼロービジなんですよ。うん、特に戦闘艦、イージス艦とか護衛艦とかは、ほぼロービジで、南極観測船とか、ああいう一部の船は除外なんですけど、補助艦艇とかは。しっかり番号見えた方がいい系の船は、ハイビジのまんまなんですけど、うん、ほとんどの船がロービジに変わってるので、うん、これね、画像よく見たらわかるんだけど、コンゴ、アタゴ、マヤとか、イージス艦から、高波、ムラサメとか、はい、汎用護衛艦から何から、あとあれか、大隅とか、そこら辺も含みで、現在ロービジになってる海事のメインの船の艦番号と艦名、ほぼ全部セットで入ってます、これで。へぇー。だこれ1枚買えば、ここら辺の護衛艦1隻ずつ全部作れるぐらい。あ、なるほどね。そう。だこれ数字バーって並んでますけど、例えば、174とか175とか176とか、艦番号って、全部塊で、1と7と6で作ってるんじゃなくて、176の塊、で、2個入って、艦名で入ってるんで、うん、汎用みたいな感じで、自分で番号1枚ずつ選んできてやらなくても、番号の幅から何から全部あれ決まってるんで、
あ、じゃあもうその自分で調整しなくても、うん、れば、そう幅とかも再現、気にせずにもうピタッとなるんで、まあそういう形で、まあ一席ずつ分で、ほぼ全部網羅した感じになってます。さすが超徳さん。なんかモデラー視点で欲しいアイテムを、なんか出してくるっていうのは良いですね。そうね。しかも、まあ今んとここれで2000円切りそうなんで。お、うん、うん。2000円切ったぐらいで、サイズ的にはね、はがきサイズぐらい。うんうん。で、それでバリエーションいろいろ作れるんだったらすごくいいです。うん、そうですね。船のいろんな。そうそう。しかもこれ、その、実際ある船のやつもバーってつけてるんだけど、これ右下の数字がバーって密集してるとこあるじゃないですか。右下、はいはい。これ全部余ってるところに0から9までの数字入れられるだけ入れてるんで。ああ、じゃあ、その幅の調整とかはやらなきゃいけないけれども、うん、自分の好きな数字とかでも全然。そうそうそう。それこそ架空間とか作る人最近増えてるんで、うん、架空間だけどロービジにしたいとかって人はそっちの数字いっぱい持ってきてくれれば、うん、好きな番号にできるので、うん、まあ、そういう遊びもできるように、まあ、余白空いててもねもったいないからね、うん、そう、とにかく数入れようと思ってもみちみちに入れましたんで、でこれが来年の1月発売予定で、お、うん、今動いてるんで、はい、うん、しっかりスケジュール守れるように頑張っております。はいはい、はい、モデリウムさんの発表を、まあ、いろんなと物販とかも ね、されてたんですけど、うん、ピックアップ商品は3点。そうですね。うん、今回はまあ特に大きな発表ってよりは、ちゃんと発売しますよものと、まあ、ロービジ出来上がったんで、ちゃんとセット出しますよっていう感じの発表になりました。うん、はい。では、続いて、大越さんの、会場で発表されたアイテムをご紹介したいと思います。では、画像をご覧ください。はい、モデリングコンテナ054で、コラボでね、商品開発させていただいております、プラム工場委員会様から、新アイテムが会場発表となりました。パキットカラーピース054というね、モデリングコンテナとはまた全然違う方向性のアイテムとなっております。というのもですね、私自身が作例を1個作るごとに、おびただしい数のプラスチックスプーンでテストピースを作るので、そのテストピースってなんか捨てるに捨てられないじゃないですか。あの時の色とか覚えとかなきゃとか思うので、すごいいっぱいプラスチックスプーンがめちゃくちゃあるんですよ。わかるわかる。で、なんかこうテストピースを作ってるときに、モデラーはなぜプラスチックスプーンでテストピースを作るんだろうみたいなのをずっとこう考えてて、でなんかその本ちゃんの色、決めた色とかをちょっと保存しとくのに、保存用のテストピースみたいなものが商品としてあったら欲しいなってちょっと個人的に思ったんですよね。でプラム工場委員会さんにちょっとご相談したところ、あ、じゃあちょっと作りましょうかみたいな感じになりまして、でちょっと別の写真を上げていただければと思うんですけど、まずテストピース作るときってそのプラ板とかでもいいんですけど、なんかプラ板とかだとクリップで挟まなきゃいけないじゃないですか。でクリップで挟んで濡れないところが発生するっていうのがまずなんか嫌だなと思って、なんか切ったりとか、なんか持ち手につけなくてもなんかその場でテストピースとして使えるものがあったらいいなっていうことで、持ち手付き のデザインっていうことで、もうランナーから切り離せばすぐに持ち手つけずに濡れるよっていうものを作りたかったっていうのと、あと塗った後にこの持ち手部分をパキッと折って、付属ファイルが付属してるんですけど、ファイルに入れて並べることができるっていうアイテムを作りたくて、プラモ工場委員会さんにこういうのをなんか色とかも黒ともう一つ
ちょっと白っぽい色が欲しいっていうのと、うん、あとあのランナー の半分はツヤあり、ランナーのあランナーじゃない、あのテストピースの半分はツヤありで、うん、半分はツヤ消しで、うん、両方見たいっていうのか、うんうんうん、いろいろわがままを言いまして、はいはいはい、作っていただきました。で今あのこのテストピースの裏側に写真だとあの文字がいろいろ書いてあって、多分色とかあの朝食した場合はその配合とかっていうの書いてねみたいな見本になってると思うんですけど、ここもちょっとその後の打ち合わせで、うん、あの書くんじゃなくてちょっと別の方法にしようかみたいな打ち合わせもしてます、うん、はい。で、まあ、このテストピースになるランナープラス、ファイルがついてっていう感じなんですが、ちょっとね実物をちょっとお見せしながらお話ししようかな。うん、はい、はいはい、こんな感じのランナーになってます、うん、黒だと分かりやすいですね、ツヤ消し、うん、ツヤ感がね、ツヤありがね、うんうん、はい。で今この私の手元に来てるのがテストショットなので、うん、製品版はもっとグロスはグロスっていうか光沢はもっとツヤツヤに、でツヤ消しはもっとツヤ消しにして、あのコントラストというかね、あのテストピースとしてあのしっかりと差が出るように調整をしましょうという話になっております。そしてこのね白の色味もめちゃくちゃ今こだわってるんですよ、うん、あの真っ白ってパーツとかでもあんまり存在しないので、何かしらちょっと混じりっ気がある白って多くないですか、白い成型色でもちょっとグレーが入ったりとか、あそう、ね、うんうん、っていう感じの色が多いと思うので、真っ白っていうのはちょっとあんまり考えてなかったですね。でその中であのレジンの色に近い色がいいなっていうのでちょっとリクエストして、でそのプラモ工場委員会さんもあのレジンキットを買いに行ってくださって、こんな色ですかみたいな感じで何回かテストショットやりさせていただいて、はいはいはい、であの白がちょっと強いなとか黄色がちょっと強いなみたいな感じでちょっと修正をなんとかしてるけど、うんうんうん、はい、で実際に色を塗ったこちらです、こんな感じ、こんな感じです。うーん、なのでもうこのまま持ってなんかシューって塗れば、うん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 、そしてですね、あのこれパキッと折れます、はい、おこんな感じで折って、結構簡単にモリッと折れたね。そうなんですよ、でもあのポキッと折れるけど、うん、ランナー状態では折れないような強度に調整してください。あら、はい、でこれくらい、うんうんうん、でまだねサイズとかは決定ではないんですけど、この専用のファイルがついておりまして、このファイルに入れて保管ができますよ。こうなって、なんかもうこの色でいくぞって決まったやつちょっと保管しておきたいなっていう場合はこのファイルに入れてアップできる。まあいいね、ファイルに保管できるとさ、あのどの機体に使った色かみたいなのをまとめられるのいいよね。そうなんです、うん、そうなんです。そしてもう本当に超ズボラなので私が、うん、なのでその、うん、スプーン、あ今すごい納得したスプーンとかもあの、うん、ちゃんとねそのか書いたらいいんですけど調合したやつ、うん、はい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 、書き忘れたりとかよくするので、こういうファイル入れておけば裏面にちょっと書くスペースとかもできる。なるほどね、よく気がついてくださいました。平面じゃなくて R ついてますだよね、なんかちょっとこうこんもりしてる、ついてるんですよ。そう、あのそれもやっぱりテストピース作るときに、うん、あそう、うん、平面と R がついてるの両方ついてます。なるほどね。で、あのツヤ消しとツヤあり両方塗れるんです。うんうんうん、そうよく気がついてくださった、ありがとう。そうなのでなんかその両方やりたいっていう欲張りな、うんうんうん、その平面だけだとやっぱり分からないから光沢とかの加減あるかなっていうのですごいわがまま言ってます。うん、なんですよ。でもねすごい開発するときに
すごい不安になって、うん、みんなこれを必要としてくれるかなみたいなのすごい弱気になってて、うん、なんか私は欲しいって思うけど、うん、みんなはそう思うのかなみたいな感じで、うん、なんか急に弱気になったりとかして、発表する前に、なんですよ。なのでなんか皆さんが、あ、気がついてくださったとか、なんか、うん、あ、こういうのいいねみたいな感じで、なんかその言ってくださる、今すごくこう勇気をいただいてます、うん、であとはもうそのプラモデルと同じような素材のテストピースが一番多分色とかね、分かりやすいんじゃないかなって思ったので、うん、プラモデルに近い素材で作る予定です、うん、はい。なのでもうこういうね、もう大御所と前のあったらいいなっていうのを形にするっていう形で開発してます、うん、逆になんかへこんでる面は裏面がへこんで、あ、見えないか、裏面がへこんでる、裏はへこんでるのね。そう、裏面がへこんでるので、なんかこっちはそのテストピースの塗る用ではないんですけど、うん、裏面のへこんでる面でも試せます。なのでまだね開発中なので、もう少しお届けまでに時間はかかるんですが、うん、なるべく皆さんに手にしていただきやすい価格だったりとか、そう、ね、ファイルのデザインもね相談してて、うん、早めに決めてくださいってこの間の打ち合わせでどうしますかみたいな感じで言っていただいたんですけど、うん、このねロゴとかも入れられますよっていうことだったんですけど、ロゴの色とかもデスクピースだからなるべくロゴの色があった方がいいのかない方がいいのかみたいな感じで、結構ね、なので一生懸命委員会さんと皆さんがね、うん、喜んでいただける商品になるように、ね、頑張って開発しておりますので、うん、ぜひね発売された暁にはお迎えいただければと思います、うん、本当にモデリングコンテナはプラモこれから始めようかなっていう方も手にしていただけそうな、ね、可能性があるアイテムなんですけど、このテストピースに関してはエアブラシ塗装をある程度やっている人に、そうね、刺さるかなっていうアイテムなので、うん、そうだからちょっとそのモデリングコンテナに対してやっぱりそのユーザー数が多分こう狭まってくるなっていうのがあったので、うんうんうん、なかなかこうドキドキしてるんですけど、みんな刺さるかな。しかもね、ライバルがプラスチックスプーンなんです。まあそうだね、そう、うん、だからライバルがプラスチックスプーンっていうところもすごいドキドキしてる。そうね、だからいつもそれ使ってるけど、だったらこっちにしようかなっていうところに行けるかどうかなんだよね。そう、うん、だからこうただのそのテストピースだけだと、うん、やっぱり差別化があんまり、ね、感じられないし、うんうんうん、なんかせっかくだったらこの商品だったら欲しいなって思っていただけるアイテムにしたいなっていうことで、うん、すごいわがままを寄せていただいてる。そうなんですよ、うん、なので会場発表で面白いねとかすごくこう注目してくださった方がいらっしゃるので、うんうん、よかったと思ってちょっとだけ安心しております、うんうん、まだまだね、超徳さんもきっとそうだと思うんですけど、うん、まだまだこう発売後どういうリアクションが来るのかとか、うん、結構ね不安だったり、商品開発ってそうね、うん、すごい不安だったりとかも多い、ね、あるので、そうそうね、いやもういろいろ見えてしまう時代だからね、余計にね、うんうんうん、まあでも私が頑張れることって言ったら、やっぱり少しでもね皆さんの役に立つアイテムを作ることっていうか、うん、ね、プラモ工場委員会さんと相談して形にすることと、あとはもう PR をめちゃくちゃ頑張るっていうことしかできないので、うん、そうですね、うん、そう、ね、そう、 R がなかったら100均のスプーンの勝ち。そうなんですよ、うん、そう、私もそれは思いました、うん、ライバルはプラスチックスプーンって思ってたから、うん、なんかそこはねやっぱりすごいいろいろ考えました。なんですよ。なのでね、私自身が
これまでの経験上欲しいなって思ったものが今形になりつつありますので、ね、あのズバイお楽しみにいただきしていただければと思います、うん、そうこのねテストショップなんで、あの結構届いたばっかりで、うん、今日あのこれトイラジで出していいですかみたいなのをメーカーさんに聞いて、うん、あ大丈夫ですよって言われてお見せしております、うん、なかなか見れないです。いろいろ試行錯誤してて、最初はなんかデザイン的に艶消しで対角線上に艶消し入れて R とかも入れましょうかみたいな感じで言われたんですけど、うん、いやどっちかに統一してくださいみたいな感じで、うんうんうん、統一してで、なんか興味持っていただけたら嬉しいです、うん、はい、ということで、大越さんの会場発表書、うん、ね、これ楽しみね。いやー私はドキドキなんですけど、うん、ドキドキなんですけど、うん、そう、でもなんか皆さんの楽しみですっていう言葉ですごい勇気をいただいてる、うん、はい、で、商品開発以外にも実は会場でいろいろね、あのやっておりまして、トイラジ MC、ね、ああそうですね、うん、はい、あの展示がいくつか、ね、あそうそう、うん、はい、じゃあ超徳さんからご案内お願いします。はい、最初はこちらですね。はい、うん、はい、今回も去年もそうだったんだけど今年もあのインターライドさんに200のヤマトを展示していただきまして、去年の全日本模型ホビーショーも展示されてます。そう、去年は確かあのお渡ししてすぐで、うんうん、会場でお渡ししたんだけど、去年はね、うちの家族がコロナやもしれない濃厚接触だったんで、僕会場行けなかったんですよ、うん、去年。そう、ご氏が代わりにあの写真撮りに行きました。そうそうそう、写真撮ってくれてね。うん、そうそう。で、ああ、そっか、今年からホビーショーやってんだ、なんて思いながら、家で見てたんですけども、うん、はい。そう、会場でインターライドさんのところに行ったら、お久しぶりの再会をして、うん。あら、うちの子じゃないと思って写真撮って、うん、そう、約1年ぶりの再会ですけど。スケール的には、200分の1ですよ、ね。うん。うん、まあ、こんな感じで自撮りして。うん、あ、ちらっと自撮りが見えた。そうそう、一緒に撮ろうと思って、こう、頑張ってセルフィーして、うん、ちゃんと前傾入ってました？多分ヤマト映ってたでしょ。まあ、全部は入んないよね。ちょっと切れてると思うけど。ほら、ちょっと切れてるけど。面白い。うん。そう、なんか。なんかさ、超徳さんが自撮りするのってあんまりイメージないから、うん、よっぽどテンションが上がって嬉しかった感じがすごく伝わっております。やっぱさ、ここんとこ、僕もモデリウムで出展することが増えて、うん、最初の頃みたいにそのトイラジチームで練り歩いてさ、うんうん、動画撮ったりとかさ、できないじゃない、なかなか。うん、だから、うん、せめて何かネタになればと思って、ただ物を撮るだけじゃなく、こう、人のブースでセルフィーするわけですよ、僕も。ねえねえ、なんで横で撮らないの？なんで縦で撮るの？めちゃくちゃ顔切れてるし。いや、顔は切れてていいのよ。あ、いいの？うん。私だと分かればいいんで。そっか、面白いことするなぁ。こちらの200分の1のヤマトのメイキングもトイラジで公開してます、ね、うん、そうですね、うん、3部作、まあ、しかもね、しかもその後にあの、うん、依頼を受けて個人でも作ってますしね、もう一回これ ね、そうなんですよね、うん、そう、だからだいぶお久しぶりに会ったけど、うん、1年ぶりに会ってもやっぱ各部壊れたりとか経年変化とか変なことがなくてよかったなと思って、あのこの作品なんですけど、うん、ご自身で作った作品って、うん、やっぱ分かりますよね、自分が作ったやつって。まあ分かる分かる、うん、そう、なんかあの今回の展示で、あ、これは自分が作ったやつだなって分かった決め手になったパーツとかってあります？いや、もうね、パッて見た瞬間にお久しぶりって感じ。ああ、うん、なるほどね。そう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 、なんか甲板の色とかさ、なんか、まあ、看板の色とか、船体のこう、重く見えるようにこう、塗ったりとか、は結構気つけてやったんで、でもやっぱね、普段サクレで作るのが700か350じゃないですか。200を作るっていうのが、そんなに数ないんで、
だから試行錯誤しながら作った200だから、あんまりその自分フォーマットになってないっていうか、いろいろ試してやってこうなったって感じなんで、うん、でも思ったのはね、あの広い会場で見ると綺麗ね。家ってやっぱりその大きすぎても、わかんないですもんね。うん、そう、家に置くとね、ちょっとね、ちょっと怖いサイズなのよ。うんうん。うん、ソファーぐらいのサイズでしょ、家の、うん、リビングに置いてある普通のソファーと同じぐらい。 うちのリビングに置いてあるソファーの前にある低いテーブルよりでかいんだから。わお、からちょっと出るんだから。か、怖いね。怖いのよ。だからあの、あ、うちの子だとは思ったけど、お前こんなでかかったのかと思った。やっぱりその会場のブースのね、うん、広いところに展示されてるのと家で見るのとやっぱ違うから、うん、にしても大きい迫力あるなっていう。そう、会場でちゃんと目を引くサイズで、うん、しかも今回も置いていただけてるんで、うん、いや、ありがたいなと思って、ね、うん、あのその後にあのインターライドのあの、うん、こう社長さんとかともお話できて。ああ、よかったですね。そうそうそう、うん。去年ね、直接ご挨拶できなかったんで、うん、そうそう、ちゃんとご挨拶できてよかったなとかで。いや、よかった。ね、いいですね。今年も会えて、ね。よかった、うん。うん。元気そうでよかったです。ね、元気そうでよかったですね。うん、はい。そして、もう一個、ちょっと展示が、はいはい。そうですね。うん。もう一つがこちらですね。うん、はい。あの、はい、月刊モデルアートで各月連載中の、うんうん、クリオスさんの作品で、製品を紹介するコーナー。うん、その前に、得する情報回覧版で、はいはい、あの、いろんなツールをだったのが、うん、あの、一時的にクリオスさんがスポンサードでついて、クリオスさんのアイテムを集中的に紹介するっていう形に今なってるんで、うん、どの期限までずっとこうなのかわかんないんだけど、うん、あの、おかげさまで、1年ぐらいかな、もう続けてて。おー。うん。で、そこの紙面で、作ったサンプルとか、作例とかを、紙面とかと一緒に展示してもらって、一個なんかこんな、立派なコーナーを作っていただいて。え、このブースはクレオスさんのブースですよね。クレオスさんのブース、に、モデルアートさんの連載の紙面と作例が並んでいただいてる。そうそうそう、うん。すごいね。モデルアートさんのブースとかでもなく、クレオスさんのブースにっていうところが、そうなんですよ。すごいね。うん。うん、そうそう、こんな感じで、島風作ったりとか。あの、紙面もあって、で、作例も並んでるの、迫力あっていいですね。実物見れるの嬉しいですね。そうなんですよね。うん、まあ、こういう汚しのサンプルとか、実物見えた方が全然いいと思うし。うん。そう。さらに、ちょっと前にやった筆塗りの、水性ホビーカラーのサフト、うんうん、水性ホビーカラーを使った筆塗り作例とかね、うん、もう今回展示いただいていて、お、あ、こっちこっち、そうそうそう、富士見の72分の1の、救急式の自走榴弾砲、あの、自衛隊の車両なんですけども、そう、あの水性ホビーカラーをのサフをわーって下地に塗って、その上から全部これ筆塗りなんですよ。へー、すごい。そう。あんまり筆塗りする人じゃないし、多分筆塗りのイメージないと思うんですけど、うんうん、あのね、面白かった、これ。サフがね、いい具合に強いの。強い？強い。だから、普通サフ塗って上から筆塗りでいじってると溶けるじゃないですか。あ、はいはいはい。うん、うん。で、それが怖いから、ちょっとボテッと乗っけて一回で仕上げちゃおうとしたりとか、うんうん、逆に薄く塗って全然いつまでもこう塗りつぶせなかったりとかあると思うんですけど。なるほどね。水性だから、うん、乾くと耐水性になって上に水性ホビーカラーを重ねても溶けなかったりとかする、うん、ほぼほぼ溶けないですね、うん、結構いつも通り粗くやってみたりとか、うん、あと上に乗っける水性ホビーカラーの希釈をちょっと高めにして、ちょっとシャバシャバめにして塗ったりとかしたんだけど、全然大丈夫。へー。なんかサフの上にね、塗料がしっとり乗るの。なんか、うまく吸い付くというかね、うん、不思議な感覚で。
だから、あれですよね、最近水性の塗料ってすごくこう選択肢が増えてる、うん、そうね、水性ホビーカラーとかもその性能が上がってるっていうのが本当今回実感できて、うんうん、そうだから迷彩の柄なんかもこう柄の輪郭細筆でこう何度もなぞってスーって書いて、うんうんうん、で塗りつぶすとこ平筆でさっさっさって塗ってるんだけど、うん、あの、まあ、最終的に水性の艶消しかけてあのコートはしてるんだけど、でもね、やっぱ筆目出ない割に、その、なんか、微妙に出る筆の風合いってあるじゃないですか。うん。あれはちゃんと生きるんで、うん、そう、なんかね、面白かったっすね、ここら辺は。水性塗料で今後、ね、制作をするっていう可能性もすごく感じられますし、うん、またその、後ろにパネルでちゃんとね、紙面も展示されてるので、そう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 。なんか、どういう手順でやったかとか、何を使ったかみたいなのも、パネルを見ると、より深くわかるので、うん、あの作例と一緒にパネル展示ってすごくいいです。そうですね。そう、なんかこれもちゃんとコーナー設けていただいて非常にありがたいことでしたね、うん、大活躍じゃないですか、超徳さんよく言うよ、自分が何してたかっていうの、大活躍じゃないですか。すごいやってる人に言われると、ただただなんかもういじられてるだけない。でもすごいね、なんかあのね、展示も各種で、あ、まあね、そうそう、ありがたい話です本当に。これはうん、素晴らしい、うん、あの会場行かれた方はね、各ブースで、ね、超徳さんの作例を見つけていただいたりとかね、うん、見つけた上でニヤニヤしながらモデリウムさんのブースに行ってね、超徳さんをこう眺めて、そう、ね、あの全日本やっぱ展示会がないから、うん、そんな中であの飾ってますよって言って見てもらえると嬉しいよね。うん、うん、そしてですね、はい、大星の報告でございます、うん、はい、全日本模型ホビーショー の、うん、あの会場で体験コーナーがあったんですが、うん、その体験コーナーをですね、模型&ジョイで運営させていただいて、模型教室やらせていただきました、うん、がっつりやってんじゃないのよ。やった、ありがとうございます。もうがっつりやってんじゃん、もうさすが。いや、それがね、実はその2019年も模型教室やらせていただいた、はいはい、ありましたね、うんうん、その時はまだ模型&ジョイじゃなくて模型場だったんですよ。あ、ですよね。そう、うんうん、で模型&ジョイに変わって今年、うん、プラモデル教室またお声掛けいただいたっていうのは本当にありがたいですし、あのこの模型教室、うん、あの1日3回やるんですけど、うん、2日で計6回やるんですけど、うん、全部教材違ってて、おお、なので毎回毎回違う感じですごくこう充実してました。勉強になりました、うんうんうん、いや本当に毎回ね、たくさんの方に参加をいただきまして、お子さんからね、保護者の皆さんとかね、お一人で来てくださった方もいらっしゃいますし、うん、いろんな方が参加してくださってね、うん、世代を超えてプラモデル楽しんで作ってくださいました。うんうんうん。で、この2日間で、うん、300人近くぐらいかな、うん、保護者の皆さん含めるとブースに来てくださった方が、はい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 、そう、なので本当にね、ありがたい機会をいただきました。うん、このね、全日本模型ホビーショーってやっぱりその体験があるっていうのもね、覚えておいていただけたらいいなと思っていて、うんうん、ただその見本市っていう形で試商品を見るっていうだけでも楽しいんですけど、うん、こういった形でこういろいろ体験もできるよとかっていうのもなんか売りになったらいいなっていうのを思いました。うん、そうね、やっぱ見本市もね楽しいんだけど、うん、その来てやっぱ実際に楽しめるってそのホビーショーだから、なんかね、そのショーとしてのね、要素で、その、ちっちゃい子とかも、ね、昔行った時のあれ面白かったな、みたいなって結構、ね、擦り込みというか、思い出に残るじゃない？そういう意味ではすごいいいよね、こういう体験できるってさ。そう、2019年も体験しましたっていうお客様も来てくださって、ありがたいなと思って。うん。で、その、せっかくね、展示とかをいろいろね、新商品とか見てテンション上がるじゃないですか、うんうんうん、でそのテンション上がった状態でこう体験をしていただけたらいいなっていう、うん、で、2日間ね、
模型教室やらせていただきました。ね、再来年もできたらいいな。ねえ、なんか、ここはちゃんとね、運営さんからその、ね、うん、オフィシャルで、はい。パックを組んでやってるわけでしょ？はい、そうなんですよ。うん、ありがたいことに。そこがね、いいとこですよ。うん、いやね、まだまだ頑張りますので、ね。うん、はい、そんな感じで、ね、全日本模型飛び美賞を振り返ってきましたが、うん、聖徳さん的になんかこれは気になったなみたいなアイテムとかあります？結構今回は、まあ、全部は回りきれなかったんですけど、じっくりは、うんうん、だけど、まあ、ちょこちょこ気になるアイテムはあったりもしたんですけど、そこら辺の話する？それともなんか違う話する？あ、どうします？なんかあれでしょ、お互いさ、ブースに出展したりとか、うん、物飾ってもらったりとか、まあ、ご主人教室したりとか、うん、新製品、うん、プロデュースとかの話はしてるけど、うん、なんかざっくり今年の全日本どんな感じだったかみたいな、うん、お互いでお互いの、はい、みたいな話、はい、最後にできたらいいかなと思って。あ、なるほど、うん、はい、なんかそうじゃないと本当告知というか報告だけになっちゃうから、うん、なんかトーク的要素として、はい、今年の全日本向けホビーショー、うん、会場が慣れない。あー、会場ね。うん、慣れなくないですか？間違って西の中を通っていけると思ってた最初。うん。うん。そう。でも、一回、別会場に行ったじゃないですか。一時的な駐車場にプレハブみたいなのを建てたでかい会場。ありました、ありました、うん。隣の駅ですよね。ビッグサイトじゃなくて。そう。ビッグサイトが、うん、青海の駅のすぐ目の前。うん、うん。うん、あれはアクセス良くて、結構あの会場好きだったんですよ。うん、入ったらすぐ会場だし、うんうん。で、あれがなくなって駐車場に戻っちゃったじゃないですか。はいはい。うん、で、そのさらに前の会場がめっちゃ遠かったじゃないですか。え、ああ、東の奥。そうだ。うん、なんか東館の奥。三角みたいな形の会場でしたよね。そう。全体的な形が、うん。だから、あれよりは全然近かったから、うん、そこまで苦じゃなかったけど、うん、そう、なんか3日通ってやっと慣れた感じ。うん、うん、そう。でもまあ、なんだろう、会場的には広さも別に悪くなかったし、うん、よかったかなと思ったけど、どうだろう。でも今年どうすか、ホビーショー楽しかった？そうですね、楽しかったですね。うん、うん、なんかね、今年は本当にね、出れてよかったなと思った。うん、去年がまだちょっと不安要素があって出られなかったじゃない、うちは、うんうんうん、で今年からやっぱいよいよ出よっかってなって、うん、出たけども、まあ今まで出た全日本模型ホビーショーの中で一番出てよかった年かもしれない。あ、素晴らしいですね。そう言える年が一番いい、うん、なんかね、おもろかった。なんかめちゃくちゃいろんなブース回ったりとか、それこそ東京丸いで銃が撃てなかったのよ。試写ができなかった。そうなのよ。なんかグロック撃っててさ、みんな、うん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 、やっぱさ、スーツで銃を撃つとさ、ちょっと気持ちはジョンウィックじゃん。え、そうなの。うん、上がるじゃない、やっぱスーツ着て銃を撃つってやっぱ上がるのよ、気持ちが。あ、そう。うん、でいいなと思ってて、でなんか東京周りの人もなんかよかったら撃てますよなんて言われたんだけど、いやいや大丈夫ですなんつって、で、やっぱちょっと打っときたいなと思って行ったら、うん、もうね、終了5分前とかで、そこそこ人が並んじゃってたのよ。うん、で、あーと思って行ったら、あれよ、東條さんが打ってて。あー、はいはいはい。ね、豊崎恵那子そ、恵那子と、うん、ね。で、あ、もう終わった後で、そういう感じでやってるターンだと思って、それを後ろから見て、うん、わー、なんか、観光が出るもんだなーなんて思いながら、見てて、で、なんか悔しいからパンフレットあげもらって帰ってきて。そっか、うん。なんか今のガスガンはさらにすごいらしいみたいなのを見て、あ、すごいと思いながらね。そう、打ちたかったけど、やっぱね、普通の時間帯は、やっぱ来てるお客さんが並んでるじゃない。だ、来てるお客さんに混じって並んで、さらに後ろの人待たせるのもなんだかなと思っちゃうからさ。だからちょっとブースを遠巻きに見ていいな、打ちたいなと思いながら、見てたぐらいで。私はですね、うん、その全日本模型ホビーショーの会場で、うん、すごい久々に本当に20代ぐらいの時にお世話に
メーカーの方にお会いすることができて、うんうん、もうその方はそこの、あのお世話になってたメーカーさんにはもういらっしゃらない方なので、うん、なかなかこうイベントでお会いする機会もなかったんですけど、うん、もうすごい久々に10年以上ぶりぐらいかな、うんうん、にお会いできて、うん、であのなんだろう、こう20代の時に本当にお世話になった方だったので、うん、なんか今年のホビー賞であの模型教室をちゃんとお仕事でねいただいてて、うん、その会場でご挨拶ができて、うん、なんかもうあの時いろいろお世話になりましたっていうのを伝えてきた方が何名かいて、うん、そう、でも今もう東京にいらっしゃらない方とかもいて、うん、わざわざその他県から来てくださってみたいな、で、うん、会うって言っても会場広いので、うん、なかなかこう、うん、ね、会えないですし、うん、で私この2日間ほぼほぼその教室コーナー体験コーナーにいたから、そうなのでその会えるタイミングが本当に少なかったんですけど、うん、会えてきて、でご挨拶できて、でも今も元気で、ね、うん、お仕事をやってますっていうのをお伝えできて本当に良かったなって思うのと、うん、やっぱりあの時お世話になった方とかいろんな方のそのだろう、こう支えがあって今今日私ここの会場にいられるんだなっていうのを改めて思って、うんうん、そうなんかお仕事って一人でやってないんだなってしみじみ思いながら、うん、こう OK&JOY の仲間たちが待っている教室の体験コーナーにこう戻っていって、うん、はいはい、また教室をやりました、うん、そう、なんだろうね、なんか今年は本当、うん、結構会いたいなと思った人に会えたりとか、うんうん、会ったことない人に会えたりとかね、うん、うん、そう、あの匠さんに会ったのよ。え、匠さん知ってる？船の匠秋晴さん、モデラーさん、モデラーさん、モデグラとかでよくやられてて、はははそう、もう一時期は本当に紙面上でバチバチだったと思うんだけど。超徳さんと？うん。え、でも面識はないんでしょ？そうそうそう。だから面識がない時代。だから、モデルアートでカンスペやってて、で、モデグラとかアートボックス系でネイビーヤードとかがあって、で、やっぱこう、同業他社だから、企画が近かったりとか。あ、そういうことね。そう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 。の中で、自分がタミヤの350のヤマトの新しいのやったら、向こうの方では匠さんがやるみたいな。ああ。うん。そう。だけど、バチバチってそういう意味なんですね。そうそうそう。だから会ったことがない、面識がないんだけど、紙面上で多分、ああ、あれ、超徳やってんだって思われてるし、こっちは、ああ、匠さんやってんのねって思ってるみたいな感じの状況がずっとあった人で。へえ。だけど数年後にホビージャパンの本とかでしれっと同じ紙面に載ったりとかもするのよ。なるほど。だからやっぱ船のモデラーのライターでやってる人ってそんなにめちゃめちゃ多いわけじゃないから、うんうん、いろんなところでやってる人だとたまに被ったりとかするんだけど、うんうん、で同じ雑誌の企画で一緒に、そうそうあったし、掲載されたりとかっていうこともあって、うん、そうそう、手加えてしっかり作るみたいな感じで赤城の長谷川の赤城が新しくなった時に本でやったのが匠さんで、その紙面でライトに作って綺麗に見せようみたいなとこでこっちがやったりとか、で並んだりとか。じゃあお互いやっぱりちょっと意識は多分ね、そのなんかそのバチバチってわけじゃなく、うん、次何やってくるんだろうだと、うん、だしね、で向こうはああやってきたか自分はこうしようとか、多分そういうこうなんか認識し合う関係みたいなので、うん、ずっといた、だから仲いいっていうか、うん、面識とかがあったりとかじゃなくて、うん、特にその交流はないけど、うん、お互いを意識して、そうそうそう、うん、多分認識はしてる感じ、うん、そう、初めて会場でお会いして、うん、結構おしゃべりしたりとかできて、そうなんですか、うん、へえ、でもきっとね、うん、お互い好きなものは共通してるから、うん、うん、そう、すごいですね、なんかそういう意外なそういう意外なそういうお話ができたりとかもしたから、なんかね、いろいろ起こって面白かったなと思って、うん、結構濃い3日間って感じでしたかね、うん、皆さん会場に行かれた方はね、いらっしゃるのかしらね、結構会いましたよ、あ、本当に、うん、
あのトイラジグッズ持ってる方もいたし、あの教室にも、ね、の人もいたし、あの、うん、来てくださいました。トイラジのバッグも、はいはいはい、トートバッグも来てくださって、うんうんうん、いつも見てますってしていただいて、うんうんうん、あ、なんかみんなに届いてるの嬉しいなって、うん、私たち2人だけが一生懸命やってるのかなって思ってたら、ちゃんとこう見てくださってる方がそうねいて、そう、まあね、今日もこうやってコメントもらってるけど、やっぱその文字で見るのと実際にお会いできるので意味が違うもんね。そう、そうなんですよ、うん、そう、なんかこう画面上で、あ、いらっしゃるなっていう認識と、うんうんうん、リアル の, その人間を見て、あ、いらっしゃるって思うのとなんか違いません？違う違う、なんか、分かる、いたんだってなりません、うん、あのうちの個人チャンネルの方のリスナーさんで、うん、あの半間裕次郎さんがいるのよ。あ、そう。うん。で、いつも来るたびにオーガオーガって言ってるんだけど、うん、普通にね、あの会場にいたらさ、うん、あの、あ、いつも見てますって来て来られて、うんうん、で、あのすごいここら辺の距離で、あの半間裕次郎で来てよって、もう、あ、オーガだと思って。すっごい面白かった。優しかった、オーガ。オーガ、何が優しいって、一回ブースでおしゃべりしてから、その後、じゃあ見てきますって言って離れて、ちょっとしてから、冷たいペットボトルのお茶を差し入れしてくれた、オーガ。優しい。すげえ、オーガからお茶もらったと思って。優しい。優しい。いいとよかったね。うん、だって、だからこっちが逆に驚くパターンあるよね、その、うん、ハンドルネームだけで知ってる方がこう、あ、あなたがみたいなさ。うん、パターンもあるから、うん、ね、楽しいよね。ね、なんか、トイラジね、なんかもっとでかくなったらね、うん、イベント起こせたりとかしてね、集客できたら全国行脚してもいいんだけどね、こう。あー、キャラバンやりたい。ね。ね。そうそう。リスナーさんに会いに行きたい。うん、ね、いろんな全国行って、美味しいもん食べてお酒飲んで、うん、ね、帰ってきたよね、ぐるっと回って。うん。うん、じゃあ、あれじゃない、あの、車でなんかあの何スタッフさんが運転してずっと回っていくところをやりますか、うん、聞かせて。何サイコロ振ろうとしてる、大丈夫？ダーツかサイコロか あとソーラーカー的なやつ。ああ、まあもしくは株でしょ。あ、いいね、株いいね。免許取らない。そうね、免許取らないとね。自転車。ああ、自転車しんどくない？うん、自転車しんどいよ、ね、結構しんどいと思うよ。みんなと会った時に笑えないと思うもん、うちらが。うん、そうだね、ぐったりしてると、うん、LCC でいいよ、LCC で。LCC でLCC でいいよ、 LCC が一番いい。そっか、うん、ねえ、なんかみんなに会いに行きたい。ねえ、エアポートトゥーエアポートで行きましょうよ。いや、早く実現できるように、うん、ね、ちょっとまたね、来年以降も頑張んなきゃいけませんからね、トイラジね。基本、うん、そうね、MC2 人が並んでるとこ生で見れる機会ってそんなないもん。ホビーショーでたまたま大越さんがうちのブースに来てなんかおしゃべりしてる時ぐらいじゃない？うん。でも、うん、基本同じ会場にはいるけど、うん、全然違うじゃん。そうね、僕はまあブース固定脇な感じですけど、大越さんはね、うん、なんかどこで何してるかわからないもんね、基本。そうなんですよ、どこで何しかわからないですよ。で、結構なレアキャラなんです。 ちょっと見かけだからって移動中に声かけられたらすごい嫌な顔して見られるだろうから怖いもんね。そんなことない。でもなんかその後すぐ行かなきゃいけないところがあったらごめんねごめんねって言ってますけど。ちゃんとごめんねって言ってる？なんかチラッとチラッと無言で睨むだけとかで言ってない？大丈夫？そんなことないないない、そんなことないない。なので、うん、会場内で並んでるっていうとこないですね、あんまり、ね、なかなか。静岡の時に入り口で並んで写真を撮ったりする時ぐらいかな。その時はだからあえて時間作って、うん、じゃあ今のうちに撮っとこうぜみたいな、うん、そうそうそう、パーッと行って写真撮ってパーッて帰るからな、うん、時もね、うんうん、そうね。じゃあ、うん、頑張っていこう。頑張ろう。トイラジ的にも頑張りたいもんね、ちょっとね。ね、うん、
はい、なかなかね、そんな感じで、トイラジ的な振り返り、ね、うん、って感じでしたかね、うん、ホビーショーも楽しかったけどね、うんうん、ね、皆さん行かれた皆さんは楽しかったかな、うん、ね、あの聴徳が今度から入り口でパチパチしてるとこ見かけたら手を振ってくださいパチパチねそう、なんか後から聞いて、あのパチパチしてるの見かけたけど、なんか反応していいのか分かんなくてみたいな感じだったから、いや、あの時はだからあれでしょ、みんなあのミッキーみたいな存在だから、そう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 、手を振ったらこう振り返したりとかもね、うん、もうははって言うよ、ははっつっていやー、うん、いろいろ思い出はつきませんが、そうね、はい、はい、まあスケールモデル祭りの話とコピーショーと、うん、ということで今月は盛りだくさんだったんではねえでしょうか、はい、ねえ、うん、いやもうあっという間にね、来月だともうスケール祭りの話とかね、いろいろご質問もいただくでしょうから、いや年内の配信、うん、多分その毎月1回のペースでやっていくとあと2回です、あと2回、うん、やだ、いやね、いやね、いやね、やだ、やだ、怖いね、うん、はい、頑張りましょう頑張りましょう、うん、はい、ということで、はい、何回目だ今回、82回目、うん、の問い出し、うん、いかがでしたでしょうか、うん、反省会はこの後どうします、やります、2時から、はいはい、やりたいと思います、はい、反省会はですね、あの、うん、チャンネル登録をしてくださる有料会員様向けの配信となっております、はい、ね、ぜひぜひそちらも何を話すのか、うん、反省するのかしないのかわ、ね、かりませんけどね、ね、はい、楽しみにしていただければと思います、うん、はい、では本日もご視聴ありがとうございました。お相手はモデラーの大越智恵と京徳義孝でした。ありがとうございます。ではでは。